オーストラリア政府は2023年2月に、同国海軍に対してこの先の10年間に350億アメリカドル約5兆2500億円もの、予算をかけて戦力の増強を図る計画であることを明らかにしたね。世界の状況を見る限りでは軍備増強は優先事項だよな。そうだね。さて今回はそんなオーストラリアの海軍戦力増強について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。オーストラリアのリチャード・マールズ副首相兼国防相が2024年2月20日に述べたところによると、この増強計画によって同国海軍の規模は10年後に2倍以上になるとしていて、新しい汎用フリゲート艦を11隻建造するとともに、現時点で保有しているオーストラリア海軍のイージス艦とされるホバート級ミサイル駆逐艦3隻とハンター級フリゲート6隻ついても改修を実施して、その攻撃及び対戦能力などの強化も図るとされているよ。ホバート級ミサイル駆逐艦は、スペイン海軍のアルバロデバ3級をベースに設計を修正した派生型とも言えるミサイル駆逐艦で、満載排水量7000トン全長 146.7 メートル最大幅 18.6 メートル喫水 7.2 メートルの大きさで、イージス艦としてはアメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦や海上自衛隊のマヤカタ護衛艦などと比べて一回り小さいんだ。オーストラリア海軍では1番艦ホバート、2番艦ブリスベン、3番艦シドニーの3隻が就役しているね。兵装は62口径 127mm 単装砲1機 20mm 潮椅子1機艦対艦ミサイルハープーン4連装発射筒2機のほか、艦隊防空を担うイージス艦の主兵装とも言えるんく。41垂直発射システム VLS は48セルで、マヤカタ護衛艦やアーレイバーク級ミサイル駆逐艦が96セル搭載されているのと比べればその半分なんだって。しかし、ホバート級イージス艦の武器システム AWS のセンサーには、アメリカが開発してマヤカタ護衛艦にも搭載されている ANSPY-1DV が使用されていて、ベースライン 7.1 の AWS は戦術データリンクとしてリンク11及び16に対応しており、さらにアメリカ海軍が策定した戦闘コンセプトである共同抗戦能力 CEC 対応のために、CETPS コーペラティブエンガジェメントトランスミッションプロセシングセットとして ANUSG2A も搭載されているぜ。また、ハンター級フリゲートはオーストラリア国防省の SEA5000 計画に則り、イギリス海軍の26型フリゲートをベースとして発展させたイージス艦で、現在1番艦ハンターの建造が開始されていて2028年に就役する予定だな。フリゲートに分類されているものの、満載排水量8800トン全長 149.9 メートル幅 20.8 メートル喫水 6.0 メートルとホバート級駆逐艦より大きく、兵装も62口径 127mm 単装砲1機 20mm 潮椅子2機 30mm 単装機関砲2機。なお、オーストラリア政府は当初このハンター級フリゲート建造計画を旧跡としていたが、2024年2月21日にオーストラリアのアルバニージー政権が今回の計画の一環として6隻に減らすことを決定したぜ。今回発表された計画ではこれまで予定されていた現用のアンザック級フリゲート10隻のアップグレードが中止され、ホバート級駆逐艦とハンター級フリゲート9隻に加えて11隻の汎用フリゲートを建造して、アラフラ級哨戒艦6隻も含めて10年後には水上戦闘艦26隻の体制にするとしていて、第二次世界大戦以降ではオーストラリア海軍の規模は最大となるよ。オーストラリアがここまで海上戦力を強化する理由としては、ウクライナを侵略中のロシアのように、軍事力によって他国の主権を侵害する言動を見せている中国が、空母建造などによって海軍を概要型へ変貌させ、オーストラリア周辺の太平洋にまで進出して当初諸国を海中に取り込もうとしていることが、オーストラリアにとって大きな脅威となりつつあることが挙げられているね。オーストラリア国防省では、新たに導入される11隻の汎用フリゲートを西側各国で現用されているフリゲートから選定するとして、ドイツ海軍の MEKOA-209、スペイン海軍のアルファ3000級、韓国海軍のテグ級、
そして海上自衛隊が現在配備を進めている最上型などを候補として検討していることが明らかにされているみたい。また、計画の中には有人運用も可能な大型無人艦の導入も含まれていて、乗組員の有無に関係なしに有人水上戦闘艦と行動を共にできる大型水上艦 LOSV6 隻の建造が盛り込まれているぜ。この LOSV は垂直発射装置 VLS を32セル搭載するとされ、計画報告書の中では運用についてはアメリカ海軍のプログラムに相当されていることから、アメリカ海軍がゴーストフリート幽霊艦隊として配備を進めている無人水上艦隊 USVDIV の所属艦として、開発が進められている無人水上艦 USV が導入されるのではないかとの見方が広がっているらしい。この USV であるレンジャーは自立航行にて太平洋を横断し、2023年9月21日にアメリカ海軍横須賀基地において公開されたが、もともとは海上の石油掘削用リグなどに物資や人員を輸送するための高速輸送船として建造された小型船であったものを、アメリカ海軍が購入して無人での運用が可能となるように必要な改造を施して、2018年に収益させて2022年に新設された第一無人水上艦隊 USVDIV-1 へ配備していたな。USVDIV-1 はカリフォルニア州に本拠を置き、無人水上艇の中の大型無人水上艦 LUSV と中型無人水上艦 MDUSV とが配備されていて、レンジャーを含めたこれらの USV と有人の艦艇とで艦隊を構成する場合、いかに統合して運用するのが有用であるかを試験して評価することが任務だね。2023年時点で、USDIV-1 にはレンジャーを含む LUSV が4隻、MDUSV が2隻配備されていて、幽霊艦隊と呼ばれているよ。横須賀に寄港したレンジャーは同じ LUSV のマリナーと行動を共にしていて、2023年8月から実施されている統合戦闘課題 23.2 IBP-232 と呼ばれる運用試験のために横須賀基地に寄港したもので、IBP とは無人水上艦の運用に関するコンセプトなどを作成するため実施されていて、これまでにも2回実施されていたんだ。今回の横須賀寄港に先立って、レンジャー及びマリナーはアメリカ海軍と海兵隊が共同で実施した。大規模演習2023レイジスケールエクササイズ2023に参加しており、東太平洋において原子力空母カール・ビンソンを中心とする第一空母打撃群と共に行動していたとみられ、演習後は無人のまま自立航行によって国際日付変更線を越えて第7艦隊の担当エリア内に入り、沖縄に配備されている第3海兵遠征軍や第7艦隊の第76任務部隊、第15駆逐戦隊などとの連携が図られ、ISR 情報監視偵察において USV の能力が実証され有用性が確認されたみたい。日本と同様に四面を海に囲まれ強大な海岸線を持つオーストラリアは、海軍においてこれもまた日本と同様に人員不足に陥っているため、このアメリカ海軍の幽霊艦隊に大きな興味を持っていると伝えられているが、この無人水上艦の運用については日本にとっても有用となる可能性が高いとの見方が広がっているな。オーストラリア海軍における人員不足は深刻で、新規に導入する汎用フリゲートついて、水上艦の増強については乗組員の規模の合理化と省力化の技術によって、人員の増加を最小限に止めなければならないと述べており、現在運用しているアンザック級フリゲートの乗員数約160名を超えないことが求められているとされ、アンザック級とベースが同じドイツ海軍の MEKOA200 の乗員数は同程度と見られているぜ。また、スペイン海軍のアルファ3000や韓国海軍のテグ級もその乗員数は最上型の約90名よりもはるかに多いと見られることから、4艦種の中では最上型が有利ではないかとする声が多いらしい。これら水上艦船が予定通り建造されることで、米英豪の安全保障協力の枠組み、オーカスの下で調達予定の原子力潜水艦とともに、オーストラリア海軍の戦力増強に大きく貢献することになるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。